ここからは新型コロナウイルス関連をまとめていきます。ワクチンを2回接種した後マスクをしないノーマスクについてです。専門家が警鐘を鳴らしています。1億回を超えました。2回接種完了されている方が4300万人相当、スピードが前倒しできているのではないかと思います。ワクチン接種の成果を強調した河野行政改革担当大臣。政府は今月下旬までに国民の4割が2回目の接種を終えることを目指しています。そんな中、SNS ではワクチン接種したら無敵になると思ってるみたい、今日ワクチン接種してあるからってノーマスクの客何人も来た。2回のワクチン接種を終えた人がマスクをしていないという内容の投稿が増えているのです。80代のノーマスクおじいさんに、わしゃワクチン2回目打っとるけ大丈夫じゃけえのとニコニコと話しかけられた。今まで他人と話すのを我慢してて寂しかった思いもあるんだろうけど、そっちはよくてもわしら世代はワクチン未接種の人まだまだ多いんよ。ワクチン接種を終えた人のノーマスク。こちらの家庭教師の女性もその瞬間を目の当たりにしたといいます。ずっとリモートをやってたんですけれども、ご家庭の方が、いや、もう私と、お子さんがもうワクチンを打ってますから、安心して来てくださいみたいな、ずっと、教えてる生徒さんだったんですけども、お伺いしたら、マスクをされてなくって、あれと思ったんですけども、女性はマスクをしていない生徒に90分間授業をしたといいます。さらに帰るときにですね、ご家庭の方がいらっしゃって、ご挨拶したんですけども、その時にもやっぱりマスクされてなかったので、ワクチンを打ったら感染しないんですかって聞きましたら、即答で、いや、病院の先生が感染しないからっていうことをおっしゃってたから大丈夫みたいな感じでした。こうしたワクチン接種後のノーマスクについて、国際医療福祉大学の和田教授は、デルタ株の出現によって少し話が変わってきています。ワクチンを2回打たれて2週間経つと、感染した場合にデルタ株でもいわゆる死亡や重症のリスクをしっかりと抑えてくれることが分かったのですが、このデルタ株、従来のものと比べて広がりやすさがあって、本当に新しいウイルスと思った方がいいぐらいの、変異を遂げているということになります。ワクチンを2回打っても、それでマスクをしないで済むという考え方は間違いなんですね。今までの従来の株であったらば、そういったことも達成できたかもしれませんが、このデルタ株が今世界中で広がる中では、やはりお話をするとき、人に会うときにはマスクをしていただくといったことが必要であると。ワクチン接種を終えた人にマスク着用を求める動きは海外でも。先月、アメリカ・ニューヨークの街にはマスクをしていない人の姿が多くありました。ニューヨーク州では5月中旬からワクチン接種を条件に屋内外でのマスク着用を不要に。しかし今月になって一転、たとえ自分がワクチンをすでに接種していても、マスク着用が必要不可欠です。ニューヨーク市はワクチン接種に関わらず、屋内でのマスク着用を強く推奨するとしたのです。アメリカ・ニューヨークではここに来て、また屋内の施設などではマスク着用を、この動きはどのようにお考えですか？はい。やはりですね、何がそうさせているかといいますと、そのウイルス量をですね、本来であればワクチンを打っていることによって下がることが期待されたのですが、ワクチンを打った方も打たなかった方も同じ量のウイルスが、非常に多い量が見つかっていると。ですので、こういった方々から一緒に行動している方に、感染をしてしまう。
まあ、ワクチンを2回接種されても特にこの感染拡大している中においてはやはり人に会うときにはマスクをしていただくということ、早い段階にまあ政府含めてみんなでそこは声掛けをしていきたいというふうに思っております。